動画の最初にごめんなさい。第1回エンドレス交流会やります。イエーイ。11月20日の日曜日に11時からやらせていただきたいと思います。大人数来た場合は2部制にする可能性もあるので、そこら辺はご了承ください。はい。場所は原宿で、こんな感じの場所でね、やっていきますので、視聴者さんとの距離を詰めるという目的でやるんで、トークメインでやらせていただきます。はい。その他にもチェキ会や私物プレゼントもやっていくので、暇がある方はぜひとも来てください。ぜひ来て。僕たちとたくさん話して好きになってくれればと思うんで、お母さんだったり友達だったり恋人だったりと参加していただければ嬉しいです。詳細はね、インスタの方に載せておくので、インスタもフォローしてぜひともチェックしてください。お願いします。お願いします。みんなのこと待ってます。よーい。あの子は今大会ナンバーワンのバッター、浅野千佳子だ。ここまで9打数6安打、とんでもない率を残してる。いいバッターだな。おい、外野を下げさせろ。ストライク。チェックトゥボール。あら、ボール2。いや、彼はね、今大会注目のバッターだね。なんて言ったってこの打席最終打席なんだけど、打たなかったら打率が0割飛んで2厘になるな。今大会で最低打率を記録するかもしれないあのバッターは、さあ注目だな。おい、外野を前にしろ。どうも、フリフリのコバです。俺はバットのスイングスピードだけには誰にも負けたことがないぜ。さて、打席が待っているのでお先に失礼するぜ。プレイ。うわぁ、ハクサスイパターズ。僕らポンコツライダーズ。なんでもない、まだ1回しか打ってないよ。お願いします。ありがとうございます。キビキビごめん。お願いします。お願いします。お願いします。はい、じゃあね、守備交代、テキパキやってね。ちょい、ちょい君、審判には挨拶しなきゃダメでしょ。なんで？いや、そういうのが礼儀でしょ。野球は伝統があるスポーツなんだから。ちょいちょい、頭かった。だるいわ。僕らポンコツライダーズ。おい、いいよ、はい、投げよ投げよ。おい、審判に挨拶するの黙れ。ほら、はい、やるよ。だやれた。なんこいつよ。はい、じゃんじゃんじゃんじゃじゃじゃんじゃじゃじゃんじゃじゃじゃん。おい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 、はい、すーお疲れすー。いい、おい、僕らポンコツライダーズ。はい、なんすか。おめえも審判に挨拶しろ。まずランナーリードでかいよ、リードでかいよ。東行こう。はい。ああ、なんで今の振り逃げできないんだ。ランナーが詰まってる場合は振り逃げにならないんだよ。ただし2アウトの場合は振り逃げができるようになるから、そのぐらい覚えとけよ。バカか、三振なんだよ。3回振ったらアウトになされてたんだよ俺あいつらに。なんで3回振ったらアウトなんだよ。そんなもん知らねえよ。野球作った人に聞いてくれよ。なんで、誰が野球作ったんだよ。じゃあ、うん、もうなんかアメリカのおじさんとかじゃねえのか。アメリカのおじさんってどんなやつだよ。それもひげがもうもじゃもじゃでよ、小太りさんじゃないか。Yeah.
け。ありがとう。オッケー、ナイバッチ。サンキュー。はい。ありがとう。次4番からだから。ありがとう。キャッチのグローブにする。両方持ってこうかな。じゃあ OK、 両方、はい、守備切り替えてこない。はい、OK、 頑張れよ。おいおい、ヘルメット、ヘルメット。スイッパータート。やれ、これまだ1回しか打ってないよ。もうね、3回振ったら三振だ。え、違う、まだ1球で1個しか打ってないよ。え、おい、どういうことだ、おい、どういうことだ。3回振ったら三振だよ。おかしいだろ、おい、おかしいだろ。三振ってや、そういうことだ。おかしいだろってんだよ。もう一回やりたいのか。もう一回やりたい。三振。はーい、おい、これ、おい、エンゾール三振。終わるぞ、おいおいはい、いいのか。三振。終わった。おにぎりしまちぃ。俺演技ちゃんとやるやつ嫌いだから。演技に対しては熱いよ。怖っ。おにぎりしますぃ。演技ちゃんとやろう。演技やるんだけど。おはよう。じゃあ一番おかしいのキャッチャーだろ。ちゃんとやっててやられんならかわいそうだと思うけど。ふざけちゃってんだもんな。なんで、なんで、え、なんで、いや、なんでうちの卵になんてことしてくれてんだお前は。ちっちゃいけどもう一回やるんですよ。セカンドの人誰にする。俺セカンドの人こまで。え、さっきもサードやってましたね。やめろそれ、それやめろ。さっきもサード裏側をほじくるような真似するの。あ、この審判はさっき主審やってた気がする。裏側をほじくるな。主審やってましたね。いや、全然違う人です。あ、違う人なんですか。あ、大丈夫です。ガチで自分のそれです。え、さっき、あー、裏側ほじくらないでカメラマン。さっきサードやってましたよ。やってたよ。お願いしますって。やめてよ。え、審判もなんか見たことある。あ、全部やってますよ。あ、おい、おい、何すか。おめえも審判に挨拶しろよ。まず、お前バッターか。ボトル、バット持ってこいよ。なんだろうがよ。俺のバットだよこれがよ。審判に挨拶しろよまず。お前なんで挨拶しなきゃいけないんだよ。それ監督に会ってこいよお前。バットじゃねえだろ。俺バットだよ。おい、じゃあそれなんだよ。バットジョジョジョンって言ったぞ。ジョジョジョン、ギターに決まってんだろ。ギターって言っちゃって間違えたわ。バットだよ。バットだよ。礼儀を持つんで野球ってのはよ。バットぐらい持てよ野球やんだったらよ。いいだろお前。海を前にこれやれよだったらよ。おい、海もなんだよこのサングラスじゃよ。サングラスぐらいするだろ別に。お前、おい、取れよお前。あ、お前、おい、お前、おい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 、セーフ。おい、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 今一番武器持ってるの誰だお前ら。従い従い、おい、どうする、刺す、刺す。俺は屈しね。あ、じゃあもういいぜ。はいはいはい、いいだろ。さーて、こっから何もわからん。俺も全然、俺もこっから何もわかってない。おーし、お前らを煮るなり焼くなりしてやろう。よっしゃ、これでいいだろう。うん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 、じゃんじゃーん。あ、そう、コバくん太ったって言われるよ。小太り小太り、コバのことを小太りってやついるんじゃない。でもね、小太りって言ってるけどね、みんな最近お腹出すぎて大太りになっちゃってますから、残念。素晴らしい。あ、大太りになり始めてですか。言いたくなかったけどさ、もう何も言うことなかったから言うしかなかったんだよ。言えじゃん。違うの携帯ね、これ。フェンスやってしまう。なんで
それぞれやってきました。すごい、僕の顔で小判の携帯と近いのがあります。いくよ。入った。フェイス ID 登録されてる。この動画が楽しかったなと思った方はチャンネル登録、そしてコメント、そして高評価、インスタグラムフォローをよろしくお願いいたします。それではまた次回の野球強豪弱小が出てくるご対応のさよなら。見てくれてどうもありざました。なんで野球強弱ってこんなに面白いのでしょうか。いつも見てくださってありがとうございます。明日も見たな。